後藤輝樹です。お前ら、愛してるぜ。世のため、人のために尽くすことは、必ず、あなたを幸せにしてくれます。僕は、気づいてしまったんです。一見、尽くすこと、誰かに尽くすこと、世のため、人のために尽くすって、なんか損した気分になったりするじゃん。誰かにために頑張るとか。自分のためじゃなくて誰かのために頑張る、何かのために頑張るって、なんか損した気分になりがちじゃん。人間力が低いと。損した気分になっちゃうけども、実は損してないんですよ。あなたは得してるんです。あなたはっていうか、尽くすと得をするんです。なぜかわかりますか？僕は気づいてしまったんです、最近。っていうのは、僕なんで幸せなんだろう、俺ってなんでこんなにかっこよくて、なんでこんなに素敵で、なんでこんなに素晴らしいんだろうって、ちょっと自問自答したんです。なんで俺ってこんなに最高最強な人間なんだろう、なんで俺って世界一すごい素晴らしい、世界一最高最強究極な人間なんだろうって、僕はもう自問自答してたんです。そしたらやっぱ気づいてしまったんです。僕今回選挙立候補しましたけど、まあ落選してしまいましたが、本当にね、俺に投票してくれたお前ら本当にありがとう。もう感謝してます。ありがとうございます。これでまた戦います。っていうかまあ、ちょっと話を置きますけれども、今回俺も、この選挙ね、俺が出なかったら、無投票で、選挙、投票することなく、もう、決まっちゃってたわけです。有権者が、国民市民が、選挙で投票する選択を得られることもなく、自動的に、誰かに決まってしまってた議員が、それを僕はお前たちに提供したわけです。選択肢を、第三の選択肢で2人いたんですけど、2人そのまま当選するところを僕が、こういう考え方、こういう意見もありますよと、民主主義に一応基づいて、僕は民主主義なんてクソくらいと思ってますけど、一応民主主義に基づいてお前たちに後藤輝樹様の素晴らしい意見を、素晴らしい考えを、政策を提案提供させていただいたわけですよ、僕は。これって、もう素晴らしいなって俺は思うわけです。だって、こんな、他にいないわけですよ。俺が、その自腹で、供託金60万も払い、選挙ポスターも作り、3日間もう自転車コキ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 しな、もうお尻痛い、もう足も痛い、もうなんかもう、結構もう筋肉痛パンパン、3日間242枚をもう一人でもう、この横浜市南区のこのアップダウンしたこの坂がある中、僕はもう一人でもう孤独にね、もう一日コキ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 しながら張ってるわけですよ。あ、俺って素晴らしいな、なんてすごい素敵な人間なんだろう、ほんとすごいなと自分で思いながらやってるわけですよ。あ、だからだと、あ、俺って素敵な人間、素晴らしい人間、幸せなんだって思えたわけですよ。別に俺世の中のためにやってて、別に、自分のためにやってるわけじゃないんですけども、どう思います？世のため、人のために生きてる人間、自分のためではなく、世のため、人のため、僕は恩返しのために生きて、活動してるわけです。後藤輝樹様として。もう俺素敵だなって思います。だから他の人でもね、誰かのために尽くすとか貢献する人って偉いなとか素敵だなとか素晴らしいなとか思うでしょ。別に 俺は今傲慢に言ってるけど、俺は傲慢にあえて言ってるけど、後藤輝樹様的な感じで俺は言ってるけど、周りで誰かのために献身的に活動してる、動いてる人ってすごいなって思うでしょ、って思うじゃん。それを無意識にやってる本人も思っちゃってると思うの。意識してないと思うよ。意識して、俺はなんか、人のためにやってるから、幸せなんだぜ、みたいな感じでなんか、やってるとは思わないよ。俺もやってないもん、そんな風に。俺も本当にただ、利他の精神、自己中心的利他でやってるだけだけど、知らず知らずのうちにさ、脳はやっぱ思ってるわけよ、だから。自分で。意識してないけど、知らず知らずのうちに無意識に、いや、あなたすごいです、私すごいですっていうのがもう、チャリンチャリンチャリンってもう、どんどん蓄積されていくわけよ、幸せバロメーターが。だから俺、幸せだし、あ、かっこいいバロメーター、チャリンチャリンチャリンって上がっていくわけ。
人のためにやればやるほどチャリンチャリンチャリンって上がってるわけ。かっこいい、素敵、素晴らしい、最高みたいな。もう自動蓄積していくわけ。人のために尽くすってことは。誰かのためになんかやるってことは。うん。で、自分でが損してるとか思わない方がいいと思う。で、損してると思ってたとしても、無意識にすごいとは思ってるはず。うん。だから、幸せになれると思う。だから俺もね、だから他に例えばさ、ゴミ拾いとかしてるわけですよ、ゴミ拾い。誰も、その街でゴミ拾ってるやつ俺見たことない、正直。なんか、たまに自治会かなんかのなんか蛍光色の緑のなんかジャンパーみたいな、したおじいさんおばあさん方が、なんか、みんなで拾ってることあるけど、個人的に拾ってる人、あ、まあ、商店とかの、自分のお店の周りだけ拾ってる人はいるけど、俺みたいにもう、街歩いてこれ拾ってる人とか、俺、もう、出会ったことないもん。他にもいると思うよ。いると思うけど、少数派なわけよ。だから、俺ゴミ拾うたびに、あ、この、ファミチキの、ファミチキとか、その、ローソンかなんかの、チキンのこの、こうなんか、入ってる紙あるのよ。それ結構捨てたりするけど、これこのままにしてたら、川に流され、海が汚染されていくんだなとか。缶コーヒーの缶とかがそのまま捨てられて中にね、タバコの吸い殻とかあって、あ、なんじゃこら、みたいな、こうね、こうやって取ったりもします、したりすることもありますよ。まあ、全部取れたりはしないけど、タバコの吸い殻とかも落ちたり、あ、こういうの俺が拾わなかったら、これ海に流されて、そのまま地球が汚染されていくんだ。このままにしてたら街が汚れていくんだ。それを解決できるのは今この俺しかいない。なんで俺は素敵な人間なんだって、もう感動しながら俺は拾ってるわけ、ゴミを。なんて俺はすごい人間なんだって。最初は思ってなかったけど、もうどんどん拾っていくたびに俺はすごい人間、俺は素敵だって思うようになっていくわけ。だってもう本当に思うの。だって他のやつだって全然普通にさ、なんか歩いてるしさ、なんか別になんか気にもしない。で、中にはさ、俺に対してさ、あ、ご苦労様です、ありがとうございますみたいな言ってくれるおばちゃんみたいな言うけど、もうそのぐらい、だから俺はもう一人黙々と。でも毎回毎回拾ってるわけじゃないよ。俺もその自分ができる時にしか拾わないけれども、そういうの拾って、あ、俺って素敵だ、本当になんかなんて素敵な人間、最高だなって思いながら、感動しながら拾ってるから、幸せにならないはずないでしょ。自分ってすごい人間だ、自分って素敵だなって思わないはずないでしょ、うん、だから俺ってすごいなとか思えるわけ。それは別に今に始まる、そのゴミ拾いとか選挙に始まったわけじゃなくて、もう俺の生き方として、だからそういうのが多分根拠のない自信に繋がっていくんだと思う。うん、俺がやってることが、俺の生きてきた痕跡が俺を自信のない根拠として、その証明させてくれてるんだと思う。意図的にやってるわけじゃないけど、気づいたんだ俺は。だから。で、俺が自分ですごいなって思うことを自分でやっちゃってるから、あ、俺ってすごい人間、かっこいい人間だって、知らず知らずのうちになんか、なっていくわけ。でもさ、証明できないじゃん。っていうのは、俺東京大学出てますとか、年収何億円ありますとか、そういう客観的な根拠がないから、そういうところで、俺ってすごいなって、認識できないわけ。そんな俺学歴ないし、まあ、ないって高卒だし、年収もすごい、年収100万以下だし、そういうので、そういうの実感できないけど、そういう客観的評価で実感はできないけども、俺の中で蓄積があるわけよ。お前たちに見えてないだけで。うん。だから選挙俺だってもう9回落選してんのに、それでもこうポジティブに、世のため、人のため、恩返しのため、俺はこれからも世界を、日本を変えていくぞ。俺しかいないんだ。お前たちに、俺様の、後藤輝樹様の愛を届けるのは、俺しかいないんだ。で、そういう思いで、俺は皆さんに愛を、幸せを届けているわけですよ。でも、なんて素晴らしいんだって思って生きてるんで、なので、皆様も、もし、幸せになりたい。まあ、逆説的に考えちゃうね。考えてね。いや、本当はだから自然にやるのが一番よ。自然にさ、人のために尽くすって思えることが一番よ。俺みたいに。でも、まだ人間力が低い人はさ、なんか損するから人のためにやりたくないとかさ、まずは自分のためとか思っちゃうわけでしょ。でも逆説的に考えると、人のために尽くすってことは、私すごいことしてる、俺ってすごいことしてるって思えるんだから、どんどん人のために尽くしたり、人のために貢献した方が、あなたは確実に幸せになれます。それはそれを信じるか信じないかは
あなた次第です。ということで、後藤輝樹より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。